はい、こんばんは。カッリユシリュウジンです。今回の話は、今日ですね、映画館に行ってきてですね、この映画を見てきたんですね。はい、約束のネバーランドっていう、今日上映日だったんですね。今日から始まった映画なんですけど、まあこれをね見に行ってきたんですね。はい、まあそれで浜辺美波さんと、女優の浜辺美波さんと北川景子さんとか、まああとはお笑い芸人の渡辺直美さんもまあ出ててですね、はい、まあそういうこういう映画なんですけど、これを見てきてですね、まあ今日はねこの映画についてですね、ちょっとしたネタバレとあと感想を言おうかなと思ってるんですけど、まずまあネタバレなんですけど、まあ全部は言わないのであれなんですけど、はい、まあこの映画はですね、とある孤児院、まあ児童養護施設みたいな、はい、話なんですけど、まあそれで そっちから脱獄をするっていう話なんですよね。はい、最初らへんはですね、とある少女がなんか親が見つかったっていう、もう親が見つかったっていうか里親が、まあ、見つかったって表では言うんですけど、なんか実際はですね、なんか変な鬼みたいなモンスターなんですけど、モンスターみたいなのが出てくるんですよね。それに食われていたっていうあれだったんですよね。なんか食われていたっていうか、食用、この児童養護施設っていうか孤児院に、まあ、預けられてる子供たちは実はなんかその鬼の食用として育てられたっていうあれだったんですよね。なんか鬼の餌みたいなあれでだったんですよね。それでなんかもうなんか最初このね、主人公のこの浜辺美波さんを、まあ、演じていたエマっていう子なんですけど、エマがそのなんか少女、食われていた少女のなんかぬいぐるみをなんか忘れたから、その女の子のところに届けに行ったら、まあ、すでに殺されていてですね、なんか変な、なんか 花みたいなので、すでに殺されていて、まあなんか鬼がなんかもう食べられるみたいなあれだったんですよね。それを見て分かって、あ、この孤児院はおかしいんだっていうあれだったんですよね。それでまあ、北川景子さんが演じる、まあ、この個人で働いている、まあ、お母さん、ママなんですかね。ママは、なんかいろいろ監視をするんですよね。なんか、変なの、こういう、子供たちがどこにいるのかっていう監視をできる、なんか機会があって、それで見てるんですよね。それで、子供がどこにいるのかっていう、これで見れてあれだったんですよね。なんかそのここの預けられてる個人、この個人で預けられている子供たちはなんかこっちの方にですね、なんか番号が書かれてるんですよね。あとはなんか耳たぶになんか変な、なんて言えばいいですかね、機械を入れられてですね、発信機ですかね、まあそれを入れられてるんですよね。はい、まあそれで後から渡辺直美さんが演じるママみたいな働く人が、こういう人が出てくるんですよね。登場してですね、まあそれで渡辺直美さんは後々鬼に食われるような感じなんですよね。はい、鬼に食われてしまって殺されるみたいな話でですね、はい、まああとはですね、この男の子も食われるんですよね。この白髪の頭をしている。まあ、白髪みたいな頭をしている。まあ、白髪じゃないかもしれないですけど、この男の子も、後々食われるみたいな感じでですね、なんですよね。はい。まあ、そういうことで、いろいろなんかこの子供たち、まあ、この浜辺美波さんとか、またこの男の子たちも、なんかいろいろ、なんて言えばいいですかね、脱獄をする計画を立てるんですよね。まあ、この男の子はですね、このママ、北川景子さんを演じる、
あのママのスパイだったとかね、そんなのの話が出てきたりですね、まあ、あのこの脱獄の計画を、まあ、進んでるうちになんか、まあ、いろいろがなんか出てくるんですよね。それであのあとこのね、後からなんか放火までするんですよね、この個人の建物をね、放火をするんですよね。はい、あの火事にさせて、まあ、それであのまあなかなかしょ、まあ、このママが北川景子演じるあのママがなんか消火器みたいので、まあ、やったら全然消えなくて、まあ、それでもう子供たちは逃げていくんですよね。はい、ちょっと小さいもう 2、3 歳ぐらいするあの男の子と女の子たちはそのままいてですね、あとのはもう浜辺美波さんたち、浜辺美波さんを演じるこのエマと、まあ、この男の子たち、他の、まあ、10歳か十何歳ぐらいの、あの子供たちは、まあ、あの荷物を持って出るんですよね。なんか紐で上の方にあの登って、あのまあ、あの歩いていくんですよね。まあ、それで、まあ、この北川景子演じるママに見つかるんですけど、あの、まあ、見つかるんですけど、なんか、まあ、あの、まあ、結局行くんですよね。あの行かないでって、ママは、あの行かないでって、みたいな感じで言うんですけど、もう浜辺美波さんを演じるエンマさんは、まあ、結局行くんですよね、みんなで、はい、行ってそういう話になってて、まあ、後々この北川景子演じるママもなんか食用なんですかね、なんか鬼たちに、まあ、食われるみたいな、最後らへんはね、そういう形になって、まあ、それであとは、まあ、この子たちはもう外に出るんですよね。はい、まあ、外に出てあの、まあ、それで太陽を見て終わるみたいな話なんですよね。まあ、なんかこの話はですね、なんか檻みたいなのが出てくるんですけど、まあ、そっちにあの小さい檻から出て歩くとなんか大きいなんか壁ができるあるんですよね。それでなんかなかなか出れないんですよね。はい、まあ、それでこの大きいあの壁に登ってもそっちに行ったらなんか崖みたいのがあって、あのなかなかこっちからは出れないんですよね。そういうことで、はい、まあなんかこれはなんかですね、どうやらこの個人はまあ外から出たらなんか、まあ、多分なんですけど鬼が多い、あの鬼が多いんでしょうね。それで多分なんですけど、だから預かってるっていうことなんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、はい、あの外に出てもなんか鬼に食われるっていうか、まあ、やられるみたいな感じなのかもしれないんですけど、なんか人間対鬼なんですかね、これ。なんか教、なんか人間と鬼と一緒に何か共用であの生活をしているっていう話でもあるんですよね。鬼滅の刃ではないんですけど、はい、確か鬼滅の刃もなんか鬼の話が出てきますよね。はい、まあそれではないんですけど、なんか人間と鬼が一緒にいる世界なんですよね。はい、まあそういうことなんですけど、まあ面白かったですよ、これ僕。はい、なんかまあね、こういうあれなんですけどね。はい、まあ今日からはあの始まったっていうことで。はい、本当にまあ面白かったですよ、これ。なんかね、タイトルからしてるディズニーのなんかディズニーの映画に出てきそうなタイトルでもあるんですよね。なんかなんとなく雰囲気がですね、なんかディズニーの映画みたいな感じでですね、はい、まあそういうことなんですけど、うん、まあなんか本当にまあ見たい方はぜひ劇場版映画館に行ってきてですね、まあ明日土曜日なので休みですから、まあ僕は仕事なんですけどね、
まあ土曜日ね行きたい方、明日休みの方とかね、明日これ行くのも行って見に行くのもいいかもしれませんね、これね、はい。まあそういうことで、まあ本当こう約束のネバーランド、はい、これまあ今日このことについてのまあネタバレ、ちょっとしたネタバレと感想をね、まあお話ししました。はい、まあこれね、最初これこの間ですね、鬼滅の刃見に行った時にですね、見に行ったっていうか、鬼滅の刃をまあ見る前にですね、映画館じゃなくてごめんなさい、映画のなんかなんか宣伝みたいのが流れるじゃないですか、鬼滅の刃見る前になんか映画のなんか、まあ、CM みたいな宣伝でこれこういうのが流れてたんですよね、この約束のネバーランドが宣伝で流れてて、まあこれで、あ、これ見た時に、この宣伝見た時に、あ、こういう面白いのやってるんだなと思っててですね、はい、まあそういうことなんですけどね、はい、まあなんかこれなんかもともと原作は週刊少年ジャンプの漫画なんですよね。まあそういうことなんですけど、まあ日本の映画はだいたいね、漫画から原作が、まあ漫画とかがやそっちから出てくるのがありますね。はい、まあてなわけで今日はこれにて終了します。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。